トップバッターは福島県立双葉未来学園高等学校の皆さんです。どうぞご準備ください。さあ、準備ができたら教えてくださいね。まあ、トップバッターということでちょっと緊張するかもしれませんけれども、元気いっぱいな発表をお願いいたします。それでは準備できましたか？はい。企画タイトルは只見線無限ダイヤです。それではお願いします。拍手をお送りください。皆さんこんにちは。福島県立双葉未来学園高等学校です。今日は福島市の太平洋側から、まあ、約3時間かけてこちらにやってきたのですが、まあ、3時間でもすごい長旅だと感じたのに、只見線は4時間半かかるということで、非常に長い路線でありながら非常に多くの魅力を詰めている路線だというふうにも感じています。今日はそんな只見線についての発表をさせていただきます。はい、私たちが今回提案するのは只見線無限ダイヤです。まず只見線について軽く紹介したいと思います。只見線はサミット会場となっているここ会津若松と新潟県の小出を結ぶ路線です。只見川沿いを走っている絶景の路線として広く知られています。2011年7月の豪雨災害で大きな被害を受けましたが、2022年10月に全線再開となりました。そして今では週末の日中を中心に多くの方に利用されている路線です。また只見線は首都圏からそこまで遠くもないため、こちらの日程で移動すれば日帰りをすることも可能です。しかし只見線は現状赤字となっています。具体的には赤い四角で囲っている部分をご覧ください。こちらは営業係数といって、100円稼ぐのに何円かかるのかという数値になっています。100以上だと赤字ということになります。見ていただければ分かるように、現在の只見線は3000円を超えてしまっています。そのため全線再開で利用者が増えたものの、依然として赤字が続いている状態です。この赤字をなくすためには利用者を増やさなければならないと思いました。そこで学生などの定期利用を増やす方法と、観光客などの不定期利用を増やす方法の2種類があると感じました。しかし遠征人口の少なさや並行道路の発達などによって、2の観光利用を増やす方法がいいのではないかと考えました。はい、それではここでクイズです。只見線の本数は1日何往復あるでしょうか？これの往復というのは会津若松駅を発着する本数です。皆さんもちろんご存知ですよね。1の7往復だと思う方、手を挙げてもらってもいいですか？ありがとうございます。それでは2の8往復だと思う方、ありがとうございます。それでは3の10往復だと思う方、ありがとうございます。そして最後に4の13往復だと思う方、お願いします。ありがとうございます。正解は1の7往復です。7往復と聞いて皆さん多いと感じましたか、少ないと感じましたか？きっと多くの方が少ないと感じられたのではないでしょうか。只見線は本数が非常に少ないのです。さらに全線を走る、つまり会津若松と小出を結ぶのは1日たった3往復しかありません。また只見線は単線、線路が1つしかないため、どこかですれ違いをする必要があります。そのすれ違いが必要な、失礼しました、可能な駅はたった6駅しかないのです。只見線は全線を走るのに4時間半かかります。それなのにたった6駅しかありません。先ほど運行本数が非常に少ないという話をしましたが、ここで具体的な例を出したいと思います。これは会津若松駅の時刻表です。3時間から5時間間隔で走っていることがわかると思います。ですがこの運転間隔は長く、観光客にとってはとても不便です。また途中下車を全体とした観光プランが立てにくいという問題があります。そしてこちらが只見線のダイヤグラムです。この図を見ていただければわかるように、現状でも離合可能駅が少ないことに起因して臨時列車の設定に規制がかかっています。赤
い丸で囲った部分のように臨時列車は普通列車を待たせながら運行しています。そのためかこれまで設定されてきた臨時列車は1日あたりたった1往復のみなのです。そんな只見線なのにさらに離合駅が今減ろうとしています。こちらは只見町自害だよりの、ニュースになっています。このニュースで見るように見れば分かるように只見駅は今後離合ができなくなる、つまりすれ違いができなくなるという可能性が示唆されています。そのため今後ダイヤにさらに制約がかかる可能性があります。そしてこれをまた無理をして臨時列車を増発してしまうと、先ほどのように定期列車の使用時間が増えてしまい、沿線住民が不便になってしまいます。そこで私たちが考えた只見線に今求められていること、それは赤字の改善、それは、利用者の増加に、深く、関係性があると思います。2つ目に、設備の都合上運行本数はあまり増やせない。しかし観光客のために日中時間帯の本数が欲しい。これが只見線の今求められているものだと思います。そこで私たちが提案するものが蜃気楼ダイヤ只見線バージョンです。この蜃気楼ダイヤとはかつて、大本線五能線を走る観光列車リゾート白神で行われていた運行方法です。具体的にどういったものかというと、五能線は秋田駅と弘前駅を結んでいる路線でしたが、まずこの秋田駅を出た後、観光客に最寄りの駅を各駅に停車し、そしてここの各駅で車内にいた乗客を一度降りてもらい、その駅近辺での観光をしていただきます。そしてその間に列車は乗客を乗せないまま最初の最寄り駅に戻り、そこから観光をしていただいた乗客に再度乗車してもらい、弘前駅、目的地の駅まで運んでいくというものです。この蜃気楼ダイヤの運行方法を只見線へ応用できないかというふうに私たちは考えました。そこでこちらのパワポです。で、こちらの駅に関しては、一度私たちが考えてみたものですので、今後まだまだ、可能性はあると思います。例えば会津若松を出た電車が会津柳津駅、隼人駅、会津川口に停車して、一度利用者に降りてもらって、乗車していた方に降りていただいた後観光をしていただき、その間に列車はもう一度柳津駅に戻る。でその駅に また乗客を再度乗せて終点の小出駅へ運ぶというものになっています。はい、具体的なダイヤに関してはこのように考えています。こちら、とりあえず、私たちが作ってみたダイヤなのですが、この日中時間帯、ここの線がすごいぽっかりと空いてしまっている時間帯が、本来は日中時間帯で観光客がとても利用したい時間帯になっています。ここに蜃気楼ダイヤを導入することによって、一度この時間ですね、この青い線だった場合は小出駅から乗っていただき、この只見駅だったり会津川口駅の間で降りていただいて、それからこの時間まで観光してもらう、約1時間から2時間、2時間半ほどになっています。この時間を観光していただいて会津若松駅へ向かってもらうというものが蜃気楼ダイヤになっています。この只見線沿線にどのような観光資源があるのか、いくつか例を挙げさせていただきます。まず会津柳津駅、会津柳津駅では阿波まんじゅうや福満国蔵菩薩、柳津西山温泉などがあります。隼人駅はこちらの写真のように無限郷の川渡し、会津川口駅は天然の炭酸温泉、大石集落や沼沢湖があります。只見駅には只見船と川のミュージアムや河合継之助記念館など、沿線にはすでに観光資源がたくさんあります。そしてこの蜃気楼ダイヤのメリットです。車両は1編成しか使わない。これの何がメリットかというと、新しく車両を作る必要がないということです。今まである車両を使えば、1編成のみでこの蜃気楼ダイヤということ、ものは行うことができます。そして2つ目の、乗客は必ず只見線に下車するということ。つまりこれは何を意味しているかというと、必ず只見線沿線に一度は降りていただき観光をしていただけるということです。そのため只見線沿線の観光地などに収入が入ることが見込まれます。またこの観光時間は1から2時間ほどのため、日帰り旅行や宿泊旅行など多様なニーズに対応できるということです。この政策の効果、主に2点あると考えています。1点目は只見線沿線の観光地に収入が入るということです。これは沿線の活性化に大きくつながります。
そして只見線に乗るだけではなく観光もセットになった旅行を組みやすくなるということ、これは只見線の利用者の増加に大きくつながると考えています。そしてこの政策最大のメリットは既存の設備、観光資源の有効活用です。この政策をするための追加投資は少なくて済むのです。今まである既存の設備を最大限使えばこの新キロダイヤを実現することができます。この観光客の利便性が大幅に向上する、そのため只見線、その沿線に大きな効果をもたらすというこの新キロダイヤ、只見線には只見線と五能線は海の五能線、山の五能、只見線と言われています。五能線は新キロダイヤならば只見線は無限長ダイヤというふうに私たちは考えています。最後に只見線、サミットを通じて私たちが考えた活性化に関して共有させていただきます。只見線の利用者を増やすのはもちろん、地域の訪問人口を増やし沿線の衰退を防ぐことこそが只見線の活性化というものにつながるのではないかというふうに考えました。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。トップバッターですのに全く緊張してなかったですね。もう伝えたくて伝えたくてっていう仕方がないという気持ちがすごい伝わってきました。それでは審査員の南田さん、ぜひ感想などお願いいたします。どうも発表お疲れ様でございました。ありがとうございました。3時間かけていただいてありがとうございます。はい、ですね、この新キロダイヤという、これ我々鉄オタには結構有名なものなんですけれども、これもう、使わな新キロダイヤなくなってからもうだいぶ経つんですか。これどうやってこれ知ったんですか、新キロダイヤって。その前回の事前研修の際にその海の五能線、山の只見線というふうなお話をいただいたので、また一度五能線の施設、五能線ってすごいリゾート白神で利用者すごい増えているので、それを参考にしながら只見線も活性化できないかなというふうに考えたときに、そのいろいろ調べていく中で新キロダイヤっていう単語が出てきてちょっと気になったので調べてみました。この新キロダイヤ只見線に取り入れるっていうのは、はっきり言ってすごくアイデアだと思います。五能線で成功している例、実証、なんていうんですか、実績もありますしですね、我々マネジメントもタレントさんもそうなんですけれどもですね、よそで成功した人の、2番煎じはですね、3回まで有効というですね、こういう鉄則がありましてですね、なので、これ五能線が成功している、そしたら只見線でも成功するんじゃないかというこの、アイデア、これはぜひ、素晴らしいことだと思いますしですね、この新キロダイヤ只見線でこれ、無限ダイヤになった場合はですね、必ず、地域に観光に行くというですね、いわば、観光の、押し売りといいますか、そういうような、現象なんですけども、しかしこの押し売りの、観光でもですね、この只見線沿線には観光すべき場所がたくさんありますので、決して押し売りにはならないというところがポイントかなと思います。ここに書いてある以外にも宮下温泉ですとか、あと宮下アーチ三兄弟っていうね、只見線の撮影スポットだったりがありますので、そういったところに行ったりだとか、あとは、この、無限ダイヤを使えばですね、撮り鉄の方々、撮り鉄の方々は、基本的には車で来るというですね、パターンが多いんですけれども、この新キロダイヤをうまく使えばですね、駅の近くにあります撮影スポット、例えば第二畳が橋梁ですとか、そういうところとかにもですね、こう立ち寄りながらですね、列車で行って撮り鉄して新キロダイヤでまた帰るみたいな、その新キロダイヤの戻ってくる車両を被写体とした撮り鉄も、救済になるんじゃないかなと思いましてですね、撮り鉄の分の、方の収入も増えるんじゃないかと思いました。なので、とても素晴らしいアイデアだなと、感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。トップバッターは福島県立双葉未来学園高等学校のお二方でした。ありがとうございました。